はい、皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。次はガバゴハイツの番でございます。いつもはですね、その先生のピアノで声からするとやっていただいているんですが、ちょっとご都合でお休みの時の歌はですね、カラオケでやっております。で、今歌っていただいた歌謡曲も民謡からですね、同様もカラオケでやってますので、ちょっと私が今回好きなしていただいて、カラオケでこの曲を聴かれた時間の時の人生になみたいですね。それではですね、歌と詩吟を一緒に言いますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではお願いします。